はい、お疲れ様でございます。今日のね、お話はこちらでございます。ということで、今日はね、日本の SNS ユーザー数についてね、お話をしてみたいと思います。先日なんですがね、私ね、こういう本読みました。田中直子さんっていう方がね、書かれたオンライン時代の自然に売れるセールス術っていうね、本を読みました。すごいですね。売ることは怖くない、買わない理由が消えるトークの作り方っていうね、本でございます。まあ私もですね、本業、営業をやっておりましてですね、まあ最近こういうね、オンラインでね、営業することもね、増えてまいりました。このね、特にね、コロナ禍になってっていうところですかね、非常にね、こう、オンラインでの営業なんかもね、増えてきたんですが、そんなね、私なんですが、ちょっとね、オンラインのね、セールス術、このね、タイトルにね、惹かれてね、先日読んだんですが、この本の中でね、少しね、SNS のね、ユーザー数についてね、振られられておりました。よく考えるとね、日本国内の SNS のね、ユーザー数、どれぐらいいるのかなというところ気になったんでね、今日はそんなね、日本のこちらですね、SNS のユーザー数についてね、お話をしてみたいと思います。オンライン時代の今の世の中、人はどの SNS に集まっているのか、そういったね、お話を今日してみたいと思います。まず最初なんですがね、皆さんもね、もしくはもうご存知な方もね、多いと思いますが、こちらですね、SNS とは何ぞやというところをね、お話ししてみたいと思います。SNS、こちらですね、ソーシャルネットワーキングサービスの略称でございます。登録された利用者同士が交流できるウェブサイトの会員サービスのこと、これをね、SNS と言います。このね、登録された利用者同士が交流できる会員サービス、これね、一つ覚えておいていただければなというふうに思います。では、日本国内でね、主要な SNS、どういうのがあるのっていうところと、どれぐらいのね、人が利用しているのっていうところをね、これからね、7つの SNS をね、ご紹介してみたいと思います。こちら挙げております。LINE に YouTube、そして Twitter、Instagram、Facebook、TikTok、Pinterest。このね、7つをね、ご紹介してみたいと思います。まず最初にですね、LINE でございます。LINE、SNS なのというふうにね、思う方もいらっしゃるかもしれませんが、先ほどね、SNS についてね、お話ししました。登録された利用者同士が交流できる会員制のサービスというところを考えると、SNS なのかなというところですよね。はい。LINE、現在ね、日本国内、月間のアクティブユーザー数、いわゆるね、利用者数というところがですね、8600万人だそうでございます。日本人、人口が1億2000万人ちょっとっていうふうに言われてますんで、もうほとんどのね、方がね、この LINE をね、利用してるのかなっていうところですよね。はい。続きましてね、YouTube でございます。YouTube もね、これね、SNS と言っていいのかどうかっていうのはね、ちょっと微妙なところであるんですが、先ほどのね、この SNS の定義でいきますと、登録された利用者同士が交流できる、会員制のサービスということで、YouTube もね、Google のアカウントを持ってないとですね、交流ができませんので、その辺を考えると、SNS なのかな。YouTube ね、登録してなくてもね、見ることだけはね、できてしまうんで、SNS とはね、言い難いのかもしれませんが、今回はね、SNS の中にね、入れたいと思います。YouTube、月間のね、アクティブユーザー数、今ね、非常に増えておりまして、日本国内でね、6500万人だそうでございます。2人に1人はね、日本国民、YouTube をね、利用しているというところを考えると、もしかするとね、今ね、テレビなんかよりも YouTube の方をね、見てるっていう方もね、多いのかもしれないですね。私もね、その中のね、一人でございます。そして、三つ目がですね、Twitter でございます。Twitter、なんとですね、日本国民、4500万人の方がね、利用してるそうでございます。3人に、1人以上というところですかね。かなりね、多分どうでしょう。10代から、50代、60代ぐらい、かなり幅広くね、Twitter 利用してる方多いのかなと。多分、10代、20代、30代、40代ぐらいがね、多いのかなっていうふうに思う。はい。そしてね、4つ目、ごめんなさい。これね、スペル間違ってますかね。はい。インスタグラムでございます。インスタグラム、利用者数がね、3300万人だそうでございます。インスタグラム、やはりね、写真を投稿するというところでいきますと、女性にね、非常に、人気があるね、SNS でございます。知らない間にね、Facebook を抜いて2600万人だそうですね。実はね、じゃあ合わせてね、ご紹介しましょうか。Facebook の方ですね、5番目が Facebook、2600万人だそうでございます。実はね、インスタグラムっていうのは Facebook のね、傘下でございます。Facebook のグループですよね。Facebook はお兄ちゃんとすると、Instagram はね、妹っていうところなんですが、利用者数で言うとですね、日本国内、非常にね、Facebook をね、抜いてるっていうところでございます。ただね、Facebook、日本国内ではね、やはりね、実名性っていうね、
ところを考えると、まあ利用者数はね、少ないんですが、全世界見ますと、今ね、15億人以上の方がね、利用しているということで、ね、世界最大のね、SNS というふうに言われております。はい。まあ非常にね、影響力が高いですよね。うん。そしてね、6つ目がですね、TikTok でございます。TikTok 利用者数がね、950万人というところなんですが、実はね、このね、950万人というのが、2年以上前のね、まあ、日本のね、アクティブユーザー数、まあ、利用者数というところなんで、今、現時点ではもしかするとね、まあ、1000万人はね、確実に超えてると思います。まあ、2000万人ぐらい利用しているというところを考えると、もしかすると、Facebook を、日本では抜いてるのかもしれないですよね。まあ、2年前なんでね、この本当ね、2年ぐらいでね、一気にね、TikTok、まあね、有名になりましたんで、まあ、今ね、かなり抜いてんじゃないかなと思われるところでございます。そしてね、最後7つ目がですね、Pinterest でございます。Pinterest、これもですね、870万人というふうに出てるんですが、これもね、1年以上前のね、確かね、アクティブユーザー数のね、データでございます。まあ、1年経つとですね、この辺の SNS、まあ、状況がね、かなり変わりますので、まあ、1年前と比べるとね、非常に Pinterest もね、有名になってきたんで、まあ、もしかするとね、1000万人超えてるのかもしれないですよね。はい。というところでね、今日はね、LINE、YouTube、Twitter、Instagram、Facebook、TikTok、Pinterest というね、この7つのですね、SNS と、1ヶ月のですね、アクティブユーザー数をね、ご紹介してみました。まあね、冒頭ね、こちら、まあ、オンライン時代、まあ、どういうところにね、まあ、人はね、SNS 集まってるのかなっていうところをね、お話ししてみたんですが、やはりね、LINE とか YouTube、まあ、こういったね、ところ、まあね、非常に人気ですよね。ただね、まあ、ちょっとこれ、情報がね、古いんで今どうなってるかわかりませんが、TikTok とか Pinterest はね、まだまだね、伸びる余地があるのかなっていうところを考えると、そうですよね。まあ、今ね、何かご商売とかね、営業されてる方でね、まあ、SNS をね、使って、まあ、商売したいなっていうふうに考えてる方、まあ、ぜひね、こういうね、ユーザー数が多いところにね、飛び込んでいく。まあ、LINE とか YouTube を使ってね、商売するっていうのもね、よろしいのかなと思いますし、逆に、これからね、有名人になりたいなというふうに思ってる方、まあ、こういったね、まあ、TikTok とPinterest、これからね、まだまだ伸びる、まあ、市場、SNS ですね、にですね、まあ、まあ、これからチャレンジしていくっていうのもね、よろしいのかなというふうに思います。まあ、当然ね、ここで挙げてるのが主要な SNS なので、まあ、それ以外にもね、いろいろとありますよね。例えば、クラブハウスなんかもね、まあ、音声 SNS なんて言われておりましたし、まあ、これからね、新たに出てくる SNS っていうところにね、まあ、積極的に挑戦するっていうのもね、一つの手かなというふうに思いますので、まあ、今日はね、まあ、今ね、現時点で主要な SNS っていうところをね、ご紹介してみました。一つね、まあ、商売されてる方であったり、これからね、ちょっとね、SNS を使って有名になりたいなっていう方はね、参考にしてみていただければなというふうに思います。はい、ということで今日はですね、日本の SNS ユーザー数についてね、お話をさせていただきました。今日のお話面白かったな、参考になったなと思いましたですね。ぜひチャンネル登録、またね、またですね、まあ今日のお話面白かったなと思ったら、高評価の方ですね。またね、チャンネル登録まだの方、ぜひね、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。はい、ということで今日はこの辺でお話を終了いたします。今日もお聞き、ご視聴いただきましてありがとうございました。お疲れ様です。